すごい個人的な話なんですけど、監督の用意スタートっていう掛け声が私すごく好きで、なんかシーンによって変わるんですね。待った、はい、はい、いきます、よーいスタート、スタート、はい、よーいスタート、はい、よーいスタート。なんかその掛け声によってシーンの雰囲気が作られるような気がしてて、なんかお芝居しなきゃみたいな、そういう気にならなくて、すごいスムーズになんかお芝居の雰囲気が作られて、そこから始まっていくような、そんな気がしててすごい好きです。やっぱ OK っていう声ですかね。その OK っていうジャッジが早い、早いですし、ということはこう的確にもう頭からそのシーンが見えてらっしゃるっていうことなので、あの余計なものを取らないっていうんですかね、そこは気持ちよかったですね。あ、見えた。うん、見えた。ちーちゃん、見えなかった。え、なんで瞬きしちゃダメだよ。まあ、映画監督でスタートの声とカットの声がいい人っていうのは、あの演者としても気持ちいいですよね。大げさなことっていうか、本当に普通のこと、自然、できるだけ力を抜いたお芝居を多分こう支持されるあの、うん、方だなと思って、私すごく好き だなと思ったんですね。やっぱりスタートの言い方、あれの入り方がすごい僕は気持ちいいし、うん、会話をしましょうっていうのは僕やっぱすごい基本だと思ってて、やっぱ芝居でなんか自分たちが用意してきたものとかで、なんかただそれにとらわれて縛られて何かやっていくってことになると会話にはなんないから、やっぱりこの人がこうするって、子供たちがこういう反応するからここでこうするっていう、なんかそれってやっぱ会話だと思うんですよね。やっぱ会話をしようっていう渡さんのはやっぱり、ああそうだよなと思いました。今なんか日々の時と今回と一緒なんだけど、ちょっとその場の雰囲気にいつも合わせて、どちらかというとちょっと役者っぽいというか、役者のような感じでスタートだったりカットをかけてくださるから、喋ってるのとか、喋ってる時とかにふと目が入ると一緒にこうセリフ言ってたりとかするので、まあそういう独特な感覚だったり役者っぽい感覚とかを持ってる方なんだろうなっていうのは改めて思いましたね。僕本当にずっとお仕事したくて、いつか出たいなって本当に思って出たら、まさかのタイミングだったんで、よーいスタート。嬉しかったし、あと大森さんがすごい現場を楽しくいてくれるのが良かったし、本当に参加できたことは本当に嬉しかったです。はい、カット、カット、はい、OK です。私、この水飲むと風邪ひかないんです。迷惑なんだよ。信仰に溺れてゆく両親、その愛を信じる少女の物語。星の子、この感動をあなたと。